ガンバ大阪所属、鈴木武蔵。ジャマイカ人の父と日本人の母の間に生まれる。幼少期には肌の色の違いからいじめや差別を受けてきた。プロサッカー選手になった今、アスリートの発信力を使い、同じ境遇にいる子どもたちの力になりたいと考え、北海道ドリームを設立した。子どもたちが笑顔で純粋にサッカーを楽しめる大会、武蔵カップを開催。また農業支援サイトレスキューヒーローを立ち上げ、コロナ禍におけるフードロス問題に取り組むなど、多岐にわたり社会貢献活動を行っている。そのやっぱ見た目の差別っていうかいじめっていうのを、まあ、その来た当初は受けて、泣きながら帰ってきて涙拭って家の中入ったり、お母さんには心配かけたくないっていう気持ちがありましたね。まあ、最初は本当に自分と似たような、まあ、ハーフの子供だったり、まあ、片親だったり、そういう家庭環境が複雑な子たちのために何かできないかなっていうふうに思って、サッカー大会やサッカー教室を開催したり、まあ、コロナ禍では在庫が余ってる農家さんを助けるためにフードレスキューヒーローっていうのをやらせてもらってて、作ったものが売れない農家のっていうところで、武蔵選手とかサッカー選手の人たちがいてくれたらすごく心強いし、すごくありがたいなとは思いますね。その児童養護施設の子どもたちの現状って、児童虐待だったり、まあ、家庭環境が複雑な子どもたちっていうのはたくさんいましたけど、でもコロナでまたさらにそういうのが増えてるっていうニュースもすごい見るし。あ、こんにちは。寒いですね。お邪魔します。まあ、そういうのをなんか行って直接そこで感じるっていうのは、まあ、すごい大事なことだなっていうには思いますね。やっぱり自分の夢を実現した武蔵さんとか、現実にそう夢を持ってる人たちを見ないとやっぱり叶うっていうことが、ここの子たちは特にわからないので、影響は大きかったと思います。施設の子どもたちは18歳でパッて社会に出されるっていう子どもが多くて、まあ、それをお金とかで解決するんじゃなくて、なんかうまく自分たちでシステム化したいよねみたいな感じで思ってたところに、農家さんもその人手っていう部分、後継者だったりそういうのはすごく足りてないっていう話もしてたんで、養護施設の子どもたちの働き口とかそういったところで、お互いいい作用がし合えればいいなと思っているので、なんとかこの活動を進めていけるように話し合ってます。いろいろな問題がある中で、まあ、それを僕たちがつなげて、その周りのことに付随して、まあ、広げるようにはしてますね。その現役の時の方がやっぱ注目してもらえるし、その気づいてもらえるっていうのを聞いた時に、今一番こう自分のことで忙しいのに、そういう子どもたちのことを考えて時間も割いてやるっていうことに、彼の思いに何かお手伝いをできればと思いましたし、すごい素敵だなって率直に思いました。その自分がこうしてね、サッカーやらせてもらったり、なんか恵まれてないと思ってたけど、めちゃくちゃ恵まれてるじゃんっていうふうに、この活動を通してすごい感じれたので、アスリートだからできる社会の貢献の仕方っていうのが絶対あると思うので、まだこれからやろうとしてる人たちにもぜひその勇気を持って一歩を踏み出してほしいなっていうふうには思います。